はいどうも、はい、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はこれです。卵焼き、天才漬け卵焼き、下16穀米、こっちは里芋を蒸しをね、シーチキンです。まあ、今回のはもう完全にシーチキンですけど、ツナね、ツナ缶と一緒に炒めたやつです。また食べながらちょっとずつ説明をプラスしながらいきます。お茶を混ぜます。さあ行きましょうか。よし、まずお茶からいただきます。いいお茶だ。さあいただきますよ。まずはこれからいこうか。里芋から、ここかな、手でやった方がいいかな。このような形になっております。いただきます。これだよ、これですよ。ああ、いい、おいしい、最高だこれ。これが子供の頃からほんと好き。この、なんていうんだ、ちょっと見てもらおうかな。ここね、わざとちょっと焦がすっていうか、ちょっときつめにやったりするわけですよ。こうやってこんなところがまた美味しいね。醤油のツナの里芋のカッカッとなってるところがまた美味しいの。味付けは塩コショウ、醤油、みりん少々、それとあの本だしです。本だしを少々やってます。あ、やっぱ美味しいな。この里芋の、いや、16穀米で合うわ。里芋のサイズもちょうどいいな。島でいうところのっていうか、その富豪のやつなんだろうね。富豪の、要はもらってくるわけですよ。あのくれるわけ、富豪。多分あの形が悪かったり小さすぎたりとか、そういうのはもうこうやって収穫して出荷できないあの部類の無地をもらって、僕なんかもアルバイト手伝いというかアルバイトね、行ったな。富豪富豪ばっかりだなっつってやったりしましたよ。ああ、おじたま焼き、今日もいい出来。ありがとう、たまごさん。だからそのバイトとか行ってとかしても服をくれたりするわけですよ。もらってきてる、あの立派な大きいやつじゃなくて、こんぐらいのやつの方がいいですよ、やっぱこの料理には。味がね、こう全体にこのシーチキンツナもこう全体にこう言いますから、大きいやつと真ん中がちょっとあの表面とこう離れて寂しくなるからね。
味しい。あ、この倍倍あってもよかったな今日のは。で、今日はね、あ、美味しい。あ、またこれ今の何で混ぜないかっていうと、これもうすぐなくなるじゃないですか。で、様子上の液体だけ今度は取ってから足すわけですよ、水を。水を足す、粉を足して、水を足して、で、おい木島くんと、一体木島くんはそのお茶なんないという質問がね、あったから、これです。これまずこれ、すぐ出る濃い緑茶、抹茶入り粉茶、伊藤園のね、伊藤園のこれ、まずこれね、これはね、しっかりした葉っぱが入ってるわけ。こっちの方はしっかりしたね、強力なやつが入ってるわけよ。で、それとこれ、これブレンドしてます。ブレンド、旬の香り、粉茶、宇治抹茶入り、これね、いい香りなの。とってもいい香りが出るんですよ。とってもいい香り。別にいろいろ研究したとかいうわけではないですけど、何種類か買ってこう飲んでるうちになんて言うんだろうな、これかなと、いや、これかなと、いや、こうだなと、こういこうというふうに僕はなったわけです。でもここ最近はずっとこのお二方の両緑茶のブレンドでいってます。そろそろ、お願いします。あーです、ありがとうございます。これがまた美味しいんだよ、本当に。この無地をね、無地につけて食べるのも美味しいし、もちろんこのようにして卵にねつけて食べるのも美味しいし、うん、あー最高だ、最高です、今日も最高です。里芋がさ、こう口の中でムーンってこういくじゃないですか。それと一緒にこの味付けから何からマヨネーズ先生からも一緒にふわってくるわけですよ。これですよ、これです。いやー美味しい。16穀米っていうところもまたいいね。そろそろ、うん、ああ、いや、本当美味しいわ。まあ、この動画の順番どうなるか分かんないですけど、
そろそろもち麦ご飯も登場します。そろそろ登場しますよ。なんか食べ終わるのが、寂しくなんな。いやー、美味しいな。この里芋の、この料理は日本全国あるのかね。この料理は。皆さんもぜひやってみてください。里芋、ツナ、みりん、ちょっと醤油、適量、まあ全部適量ですよ、全部適量、そりゃそうだね。塩コショウ、本だしとか、あのだしのやつ、あのかつおだしみたいな感じのやつ、いい子だしでやったことないです、かつおだしのやつでやって、もう全部いったかな、多分そう。それで炒めるだけ。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい。頑張っちゃうと。